中国の新疆ウイグル自治区での人権問題をめぐって国連で会合が開かれ、アメリカは大量虐殺だなどと強く批判しました。一方、中国は世紀の大嘘だと反発しています。My father is still serving a life sentence in a Chinese prison. Hundreds of thousands, even millions of Uyghurs are still being targeted. 12日、アメリカとドイツ、イギリスが主催した国連のオンライン会合には、日本など数十カ国が参加しました。会合では、学者の父親が中国政府に逮捕され、消息を絶ったというウイグル族の女性が招かれ、中国政府に数百万人が標的にされていると訴えました。アメリカの国連大使は、中国政府が大量虐殺をやめるまで立ち上がり声を上げ続けると厳しく批判しました。一方、中国の代表は、大量虐殺や強制労働、性的暴行や拷問は世紀の大嘘で、中国では決して起こらないと反発し、国連による調査を受け入れない考えを強調しました。